アレイ成分フィルターなしで撮っています。フィルターなしだとこんな感じです。ダーク補正もしていません。アレイ成分フィルターなしだとこんな感じです。フィルターなしで電子感光をしています。あ、これじゃ見えないね。フィルターなしで電子感光をするとこんな感じです。フィルターなしで電子感光をしています。フィルターなしで電子感光をするとこんな感じです。ちょっと 200% ぐらいまで大きくし。フィルターなしで電子感光をするとこんな感じです。どうでしょうか。フィルターなしで。ダーク補正も何も取ってないで電子感光をしています。フィルターなしだとこんな感じです。フィルターなしで電子感光はかなり厳しいですね。アレイ星雲でも厳しいですね。はい、まあもうちょっと待ってみましょうか。寒いのでこたつ入れます。アレイ星雲、電子感光でフィルターなしで撮るとこんな感じです。フィルターなし2分36秒でこんな感じ。やっぱりフィルターは欲しいね。フィルターなしで電子感光はかなり厳しいね。もうちょっとブラックレベルを下げてみます。それでもダメだ。ミッドレベル上げてみます。うわー、ノイズだらけですね。電子感光フィルターなしでやったらこんな感じです。うわー、フィルターなしでは厳しいね。フィルターなしでやるとこんな感じです。1秒露光かな。1秒露光でフィルターなしで、まだ時間が5時43分なので薄明であるっていうこともあります。天文博明まだ終わってない感じですかね。はい、西の空はやはり明るいので、あ、でも天頂近くだな。これがフィルターなしのアレイ星雲です。4分経ちましたがこんな感じです。フィルターなしは厳しいな。周りの星も肥大化してるのでちょっと見るに耐えないアレイ星雲です。あ、ここまで行くとなんとなくわかるけど、飽和してますね。3分42秒。まあもうちょっとやってみますか。5分ぐらい頑張ってやってみましょう。アレイ星雲好きですね。アレイ星雲、アレイ星雲かっこいいもんね。ダンベルネイプル、ダンベル星雲、
そっか、直訳したんだ。ダンベル星雲。ダンベルネイビル、そのまま訳せばアレイ星雲。鉄アレイか。鉄じゃなくていいのか、最近は。プラスチックのアレイもある。5分10秒。5分10秒まで行きました。でもやっぱり限界があるな。まあ、5分ぐらいの比較をそれぞれでやってみましょう。起点ノイズも赤いのもいっぱい出てくるね。ダーク補正してないから。やっぱり5分ぐらいだと厳しいね。いや、5、6分じゃやっぱりリング星雲じゃないや。アレイ星雲は十分楽しめない。やっぱり、もうちょっと時間かけた。まあ、一応、色とか構造はわかりますけどね。色合いの違いはどうでしょうか。フィルターありなし。フィルターの種類でどうでしょうか。違いますかね。6分か、6分で行きました。そうするともう赤だけしか残らない。なんとなく緑の赤ちゃんのほっぺたの部分が復活してきましたね。にするとやっぱりノイズ、小さく見た方があまりノイズが気にならない。これぐらいだと周りの星の明るさも気にならない感じですか。こんな感じでね。まあ、いい感じですね。うん。それなりに高外カットフィルターの効果がある。タイプ1とタイプ2の違いなんだ。タイプ2は、タイプ1、適当にやってたっていう。大成分の時の比較を見ると、500枚いきました。500枚でここまで来ました。はい、こんな感じです。チビを録音できるかどうかわからない。ヨーロッパでも十分大丈夫。
周りの星の明るさが激減してるね。やっぱり周りの明るさを消す意味では光害カットフィルターの意味が大きいな。50秒でこれだもんね。いや、なかなか光害カットフィルター恐るべし。100% にしてみましょう。うん。周りが、明るい星が目立たなくなった感じですね。今、70秒。70秒でここまで見えてくるんだ。周りが暗く見えますね、これはね。はい。ブラックレベルをもっと上げると、もっと暗くなりますね。ミッドレベルを上げても、まあ、大丈夫という感じですね。はい。1秒録音でもなんとかできてます。100枚いきました。100枚でここまで、1分40秒か、はい、2分足らずでここまで見えてくるのはさすが光害カットフィルターの威力すごいですね。はい、ただ、全ノイズが出てくるので、赤いのが、この後、どういう風に広がっていくか。赤とか青とかなんか、いろいろ、ノイズが目立ってますね。ちょっとミッドレベルを上げるともっと派手に青と赤が目立ちますね。緑はないんだけどね。赤と青がちょっとノイズが分かる感じですかね。とりあえず光害カットフィルターの効果を比較するために撮影しています。さすがです。で、最も強力な光害カットフィルターだけあってすごいですね。効果抜群。今3分です。5分まで待ちましょう。やっぱりすごいな。 200% にしてみますか。はい、 200% にしても周りがあまり明るくないのでよく見えますね。ブラックレベル下げるとほとんど周りが真っ暗になりました。はい、ミッドレベル上げても見えます。3分40秒4分前にここまで来たか。さすがですね。線ノイズも点ではあるけど、線のノイズはあんまり目立たないね。まあ、こういうふうにすれば目立ってくるか。いやー、さすがですね。こうするとなんかここに何か離れた一個明るい点がありますね。これは何だろう。暗くしても出てくるな。すごいすごいすごい。これノイズかな。
ああ、ウィズも欲しい。ここにもある。これは欲しかった。まあこんな感じで、5分34秒まで行きました。じゃあ次はダーク補正を取ってからやってみましょうか。あ、100% にすると周りが真っ暗で、よく浮き上がって見えますね。はい。はい。こうするともう全然違いますね。光害カットフィルターの威力すごいですね。周りが真っ暗に見えますね。はい、ミッドレベルを上げてみると、上げてもね、暗いよね。ここまで飽和させないと、気にならない。これぐらいだとほとんど気にならない。はい。これで6分31秒。うん。なかなかすごいね。100% にしましょう。100% にすると赤い汽船ノイズがこの辺に発生しているのがわかりますね。ちょっと 200% にするともっとわかるかな。あ、ここに赤いのが出てますね。はい。青いのも斜めに出てますね。なんでこの方向にノイズが出るんですかね。じゃあダーク補正をしてからもう一回やってみますか。暗くすればね、周りのノイズは気にならなくなりますね。こんな感じで、おお、なかなかいい眺めですね。これは光害カットフィルターの威力抜群の映像ですね。はい。これで何分だ ?7 分40何秒ですね。はい。ここまで来たか。光害カットフィルター、すごい。じゃあダーク補正を取ってやってみますか。あんまりダーク補正取らなくても周り暗くすれば気にならなくなるもんね、うん、拡大するとちょっと映ってるのが、うん、200% いくとここまで暗くしてもここになんかノイズがあるのが分かる。